長岡市における平成の大合併。当庁は東部に位置する。栃尾市はかつて新潟県に存在した市。2006年1月1日長岡市に編入されて消滅した豊富な湧水や栃尾の油げ、上杉県市にゆかりの地として知られている。栃尾中心街狩り田川と西谷川の合流点に広がる平地に市街地が形成されており、中心街は 中世の山城、土地を上陸の城下町として発展し、近世には長岡藩の大官所が置かれた。古くから繊維産業が盛んであり、土地を紡ぎとして知られている。中心街は岩理の町並みが多く残っており、表町地区では1990年代今つから新潟大学校が部建設学科と共同で岩儀を活かした町づくりプロジェクトが行われている。 長岡市への通勤率は20.7%、新潟県のほぼ中央に位置する。長岡東山連峰を境に、越後平野と隣接した土地を盆地の中央に、相モ竹に面を水源地とし、品野川に至る狩谷田川とその支流の西谷川が合流する。地域はこれらの流域に加え、同じく狩谷田川支流の塩谷川、地方清水川の流域を合わせた形となる。 当期は、積雪量が多く、山間部では、積雪深4メートル町を記録した都市もある、土地推しの人口水位、市長、馬場淳一路繊維製品平坦地に乏しく米の収穫量に限界があった山間部では、農家が養蚕、旗織や染色を行い、土地を紡ぎの産地として、広く知られていた。明治維新以降は集約化が進み、関係企業がひしめくこととなった。 和服の需要減少により土地用の繊維産業は織物、ニット製品が主力となった。戦後は高度成長期を迎え好調であったが、円高の進行により海外との競争が激化。出荷工も昭和59年をピークに加工、撤退する業者も出た。油揚げつむぎに代わり、土地用という地名がブランド化して定着した商品である。通常のものとは、 厚みや長さが全く異なる。油揚げの流通は、馬の商談に訪れた農民や曝露たちが手づかみで、食べやすいように変化したものという説が一般的である。小学校合併以前の廃校については、新潟県小学校の廃校一覧を参照。中学校合併以前の廃校については、新潟県中学校の廃校一覧を参照。高等学校土地を地域及び、 周辺のバス路線図。越後交通都庁線染に入原駅都庁駅。一般国道市内を走る。一般国道国道290号国道351号。県道新潟県道9号長岡。土地尾巻線新潟県道19号見つけ土地線。新潟県道24号都庁山越線。新潟県道57号都庁尾相門線道の駅道の駅。R290 土地尾。 上杉謙信県心行動増歩だれ祭り当時は、狩リ田川の流路が異なり、栃尾市民会館付近で、西谷川と合流していた。市街中心部での氾濫により、被害が増大した。後の河川改修で下流に合流地点が移る。上茶丹村の分割に伴う承知。分割時の土地を編入住民の比率に基づき、分割以前の上茶丹村人口を加算した。目につきにくい軍部で、 広い敷地を持った工場として、軍の関心が向き、太平洋戦争下においては、工場が兵器生産工場の疎開先として利用されたケースがある。1969年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した、行政観光、ありがとうございます。